ワグナ、私はどこに連れて行こうというのか。この真の像に刃を打ち込む手堅い好機に、お前はためらった。情けで命を流られるのは屈辱だな。お前の心根には感じ入るものがある。竜を傷つけるその武器と、それらを生み出す輩は許すことはできん。だが、 一度だけお前の慈悲に答えよう。お前の問いに返答を与えよう。この呪いのことを教えてくれるのか。一夜にして滅んだ魔法王国の話を聞いたことがある。今は亡き王国バレンタインに伝わる呪詛がその姿の原因だ。姫の国の名だ。イングベイという男の言うことが本当なら、 辻褄は国は失ったが、民は死んだわけではない。皆呪いを受け、プーカと鳴り果てたのだ。プーカたちは呪いを解くために結束して働いていると聞く。元の姿に戻る方法があるのか。一体どうすれば。そこまでは預かり知らぬ。眼下を見るがいい。荒野は かつてのバレンタイン国首都だった。だが今は妖精どもの領土、魔王と取り合いを続ける争い絶え口だ。この下にプーカの住む場所がある。あとは当人らに尋ねてみるがいい。戦いに出るのね。父の愛を得るために。いいえ、 王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国の者なら仕方のない運命。